はいどうもゆきです。聖書をなぞるパワープロくんポケット14実況プレイ、行くか。世界を救いに、あと少しで世界を救える最高のエンディング迎えられそうです。頑張ってみましょう。さあ世界大会2回戦です。お兄ちゃん今日も頑張ってね。うん頑張るよ。絶対負けちゃダメだよ。大丈夫、さやかの応援があるからね。相手チームの人たちなんだか踊ってますけど、対戦相手のコサックベアーズは自分たちのリズムに相手を誘い込んで有利に試合を運ぶらしいよ。色物？そんなことはありません。ダンスはチームの心を一つにします。はあ、私たちの織りなすハーモニーがあなたたちを打ち破るのです。はあ。4対2。あら、ガッツ下がった。でもガッツさっきのね、試合で上げまくったから。2点リードで8回か。これは勝ったかな。いや、そんなに甘いもんやないみたいやで。え？その2点のリードを作るためにこっちは魔球を投げさせられてる。あと2イニング、なかなか大変や。あ、クソ、ここへ来て連打か。魔球いけるか。いや、もう相当投げさせられてる。ギリギリまで我慢だ。このためにさっきね、魔球のポイントガッツを稼ぎまくっておいたんで、やってやんよ、2回戦。クインチーズ対コサックベアーズ。この状況なので、やっぱ使ってくるよね。無理やりねじ伏せてやんよ。暗いな、潮流星群の力。オッケーオッケー、まずは1人目。ここで点数をできれば取られたくないので、ここはもう魔球の力使っちゃっていい。あー、行こう、やろう。この4番なのでさすがに怖いんで、ここも潮流星群使います。このために貯めたから、さっきの試合温存しまくったから。オッケー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 。これで2人目。もう1人抑えちゃおう。魔球でいっちゃおう。3連魔球。ここでピンチをしのぎました。さあ、でこの裏の攻撃と表のまあ守備でちょっとまたガッツポイントを貯めていきたい。3、4、5番なので、なるべく打っていきたいところですが、敵のルーコ、大島かなの球をまず見せていただきたい。141、232、OK。 いけるいける、打てる打てる打てる。うん、早くない。まずは球を見る必要がある。そして風も結構出てるので、これは打ちやすいのではないでしょうか。ちょっと引っ張り目で打つといいですね。いける。あー、うーわー、くっそー、くっそー。ここ打っておきたかった、グッシー。やばい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 。なんか思ったより今回操作が悪い。できてない。落ち着け落ち着け。打てる、大丈夫、お前はいける。なるべく打って、なるべく打ってガッツを貯めてほしいんや。頼む。これはボール、おー、入れてきた。ギリギリ入れたな、うまいな。これは入んないでしょ。 OK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 。 ボール球もガッツちょっと貯まるからしっかりと見ていくけど、うーわー、最悪だ最悪だ最悪だ。走れ走れ走れ、頑張れ。ムッキー、ナイスナイスナイス。ギリギリ間に合った。 OK。 水口はミート打ちでいきましょう。あー、危ない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 、やばいやばい。振っちゃった振っちゃった振っちゃった。落ち着け落ち着け、一回落ち着け。あら、すげえ、ミート打ちでそこまで飛ばす、すげえな。お前水口やりますね、太郎くん。オッケー、確実に出ていってガッツを貯めていく。もう点を取りたいというよりはガッツを貯めたいから今打ってる感じです。さあ、ゴイ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 頼むよ、ゴイゴイ。あ、ゴイ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 、今俺が釣られた、ごめんゴイゴイ。君は悪くない、俺が悪い今のは。じゃあここの守備でなんとかさらにガッツ、まあレベル2のところまではゲージ2個分は貯められたら嬉しいですね。まずはワンアウト。三振でいきたいんだけどな。踏んないでくれ踏んないでくれ。いやいやいや、振るね、振るけど、さすがに重い球も発動してるし、ジャイロボールでもあるのでかなり飛びにくそうな印象。いやいやいや、初球から踏んなお前ら。まあでも OK、 これでとりあえずは勝利。まあガッツも2ゲージ分は溜まったでしょう。決勝進出です。やった、勝ったぞ。 OKOKOK。 うーん、残念、前半で疲れさせてひっくり返す作戦うまくいきませんでした。必殺技のある試合では先手有利ということですね。それでは皆さん、さようなら。おー、わーい、今日も勝ったよ。うむ、だがまだまだこれから。敵テンション高かったな、油断はできぬぞ。うん、でも大丈夫だよ、お兄ちゃんたちなら絶対。うむ、そうだな、勇気を信じよう、任せとけ。こうして俺たちは順調に勝ち抜いていった、任せとけ。
ゲームセット。アメリカチーム決勝に進出。ナイスピッチング。まだ8割の出来だ。決勝戦では 100% に仕上げる。おめでとう。先に決勝進出を決めていた日本か。フィンチーズだよ。どっちでも同じだ。俺たちは代表として国旗を背負ってプレイするんだからな。大げさな表現が好きなやつだな。とにかく決勝で戦おう。中杉、お前はフィンチーズの元キャプテンだったな。ああそうだが、とすると日本チームの選手の弱点や癖を全部知っていることになる。そうだな。半年前の知識だよ。それから彼らは成長しているはずだから、どこまで通用するか。おい、聞いたか。半年間、お前たちがどれだけ成長しているかが勝負の分かれ目だな。決して先輩の期待を裏切るようなことはないよ。じゃあ俺も期待させてもらおう。決勝戦が気の抜けた消化試合だったら、中継を見ている世界中のベースボールファンに申し訳ないからな。はっはっはっは。絶対に負けないぞ。最高の試合見してやんよ。そして、こっちも最高の戦い、最後の戦いが起こります。おい、ヒカル、どこに行くつもりなんだ？落ち着かないから、外で素振りでもしようかと思って、バットを持ってないじゃないか。あ、狼男から連絡があったんだな。うん。俺も行く。え？でも危険だよ。じゃあそんなところにヒカルを一人で行かせるわけにはいかないな。そうか、ありがとう。ありゃ？いつかのクソガキも一緒かよ。僕が協力する条件だ。この子も一緒に来る。こっちは構わねえが、遊びに行くわけじゃねえんだ。命をなくしても知らねえぞ。大丈夫さ。そして、うわぁ、あは、軍用ヘリコプターって乗り心地最悪だろ？ここからは歩き。レーダーに引っかかるからな。お前の手下のロボットは、地面の下をついてきてる。そうかい、期待してるぜ。あれ、勇気はないの？あ、コズさんだ。日本のヒーローグループだな。アメリカ軍の軍トラムだ。ワンワン？いや、リーダー、どう見たって狼やろ。お前たちもドリームマシンのことを嗅ぎつけてきたのか。うちらだけやないで。ほら。すごいな。服も格好もバラバラだけど、こんな人数が集まってるなんて。どうなってるんだこりゃ。え？世界中の特殊部隊に超能力者にヒーローたちが集まってる。俺の知らない連中もかなりいるぞ。それは心強いね。バカ野郎、不自然だろうが。こりゃ罠かもしれんぞ。ち、逃げ出したくなってきた。ジオット様に逆らう連中が随分と集まりましたね。私もあちこちに暗示をかけまくった甲斐がありましたよ。ねえ、これって爆弾でも仕掛けて一気に吹っ飛ばしても面白かったですわね。あは、そんなもったいない。それにあなたなら同じことがいつでもできるじゃないですか。ピンクは後方に待機。まだ体の方は治ってへんのやろ？あれ？この人がピンク？なんだか男の人みたいな体つきになってませんか？ああ、お前の知ってるピンクは間違いなく女の子だけど、俺は男なんだ。ピンク外側着てるけど中身今12の主人公が入ってます。ん？とにかく最後の決戦に俺たち抜きっていうのはあんまりじゃないか。重要な役目、全体の状況を掴んでいる人が必要。分かったよ。しかしできれば本風は残しておいてくれないかな。ピンクがひどい目に遭わされた仇を取りたい。考えておく。で、結局あなたは何者？つまりヘルメットと服がピンクなんだよ。そう、中身は12の主人公。彼も世界大会、世界大戦か。世界大戦に参加しています。わけがわからん。結構敵は手強そうやな。ごめん。巻き込みたくはなかったけど、あなたが必要だから。遠慮せんでええって。うちら長い付き合いやん。それに、本風から喧嘩を売られとる。正直めっちゃ怖いけど、逃げ出すのは性に合わんわ。そして。うわ、すごいな。このロボットたちが全部光るのかま？うん。アメリカまで連れてきたのは一部だけなんだけど。け、どいつもこいつも自分勝手に戦うとよ。ああ、グントラムさん。他の人たちとの話し合いはうまくいかなかったんですか？どいつもこいつも我の強い奴らばかりでな。せめて俺の部隊とお前のロボットたちは足並みを揃えようぜ。攻撃のゴールはあの建物だ。ゴッキー！隊長、前のグループに黒い波が。人食いゴキブリの大群に襲われてやがる。となると次は、ドラゴン！ギャオン！ドラゴン？ドラゴンがいっぱい。人工的に作った戦闘用の生物だ。これ、トシオくんの、まあ、亡骸を元に作ったものです。シックスの裏のトシオくん、南海のトシオくん。100匹はいるみたいだが、あんなの大したことねえよ。あの怪物どもを操ってるたった一人に比べればな。よく来たな、お客さんたち。ルチアとモンスターの大軍団がお相手してやる。ほら、あいつだ。あいつがいるとなると、こっちの人数はむしろマイナスになるぜ。ええか、気をつけるんや。あいつは人の心を書き換える。ジャッジメントに都合の悪い人間が何人も破滅させられとるからな。いや、そんなのどうやって気をつけろって。私とカズだけで先行する。ああ、その方がまだマシだな。わかりました。カズさんたちもご無事で。行くで。行ってくれ。え、ちょっと？ルチアに操られた奴に後ろから攻撃されるかもしれんだろ。すごい。敵の集団を2つに切り裂いた。みんな、2人の突入を援護して。了解。
待て、あの二人は通すぞ。エアレイドたちも遊び相手が必要だからな。よし、無事に突入したみたいだな。さて、俺たちも進むぞ。ユキ、僕のそばから離れないで。うん。ドリームマシンはまだまだ先か。気をつけて。うわ、息ができへん。おやおや、お仲間を蹴り飛ばすなんてひどいヒーローだこと。この辺りの空気から酸素を抜いたのね。そうよ、私はエアレイド。空気を操る恐怖と憎しみの化身。あ、リーダー、先に行って。人間にこの女の相手は無理。なあ、わかった。おやおや、本風の予言通りになりそうね。あの子、本風に殺されるわよ。あなたを倒して、私も合流する。お互いに人間の思いが生んだ酸素の必要ない化け物とはいえ、まるで格が違うわよね。生まれて1000年を超える私に勝てるつもりでいるのかしら。これジオットが奥さんを生贄にして召喚したっていう化け物ですね。勝たないといけないから勝つ。ただそれだけ。元気な小娘だこと。お前の体をカエルみたいに膨らませて破裂させてやれば随分いい音がするんでしょうね。死ね、この裏切り者。大変だ。ロシアの特殊部隊が裏切ったぞ。お前たちこそ本当はジオットの部下だろ。どうなってるの？みんながお互いに戦い出した。あれがルチアの能力だ。理屈は知らんが、相手の心を操って仲間同士で戦わせるんだ。僕の仲間には聞かないけどね。頼りにしてるぜ。まったくロボットがいて助かった。システムたちが裏切ったぞ。え？違う、あれは僕の仲間じゃない。こいつらは新型のジェノサイドだ。見かけはほとんど変わらないが、火力も動きもシステムよりずっと上だ。勝負あったな。ただでさえややこしいのにさらにややこしくなりやがった。リーダー大丈夫やろか？ん？こんばんは。お待ちしておりましたよ。本風。こうやって女性の方と待ち合わせをするのはいつ以来ですかね。久しぶりにドキドキしました。くそ、めっちゃ怖い。それで私に勝つ算段でもつきましたか？変身。おやそっけない。私思うんですけど、余裕を見せて負ける悪役ってかっこ悪いですよね。だから最初から全力でいきます。ドゥームチェンジストームレイン。かまいたちと落雷の時間差攻撃。ドワー。お、初見でそれを避けましたか。やはり今日という日に遊ぶ相手はあなたしかいない。よし、見つけたぞ。お前がシステムたちのリーダーだな。あ、やばい、食らった。うわー。よし、決まった。ルチアの技は銃より早く剣よりも致命的なのだ。ヒカル、どうして、どうして僕はあんな嘘をついたんだ。しっかりしろヒカル。おい、ヒカルに何をした。ルチアの技だ。相手の心をいじくって自滅させてやるのさ。つまり洗脳ってやつか。いや違う、もともとその人間が持っている性格の一つを強くして心のバランスを崩してやるだけだ。勇敢は無謀に、身長は臆病に、自立は堅くなとなる。軽い気持ちだったんだ。ロボットのリーダーだなんて誰にも言えないじゃないか。どうせ本当のことが言えないならもっと楽しい嘘が、みんなをびっくりさせるような嘘が。だから男のふりをしたのに。ヒカル、今さら本当のことなんて言えないよ。ハンナみたいに野球をしている女の子にしておけばよかった。嘘がどんどん大きくなってもうどこにも逃げられない。おい、しっかりしろ。よくあるパターンだ。繊細さが強化されたな。安静する心が自分を傷つけて絶望の中で死んでしまうのさ。なんだって。もう一つのよくあるパターンは、みんなが敵に見えてくるってやつでもっと面白いんだが、ロボットたちのリーダーがこうなればこの戦いもらったも同然だな。やだやだ、もう嫌なんだ。いつも済ましてて何事にも動じないような気がしてたけど、本当はずっと悩んでいたのか。ヒカル、俺とバッテリーを組もうぜ。おい、ヒカル、バカになれ。そしてバッテリーを組もう。え？さてお前、目立たないように遠慮してたな。エースでヒーローの俺の親友が控え通していいわけないだろ。いくらなんでもそれは決勝戦には間に合わないから、この大会が終わったらすぐにキャッチャーの練習な。強引だな。今さらやめようとしたってダメだぜ。本当のことを知ってしまった俺がお前を引っ張るからな。俺も協力してやるから、最後まで嘘を突き通そうぜ。ユキ、さっさとこんな戦いを終わらせてウィンチーズのみんなと合流しよう。さあ立て。うん、ありがとう。復活なんだと。ただの励ましだけでどうしてルチアの技を打ち破れる。いや、それだけじゃ無理だよ。俺とヒカルはこの1年間野球ばっかりやってるんだぞ。ぐずぐず悩むより先に仲間の言うことに心を開く、それがチームメイトの信頼だ。なんだって。くそ、いいこと言いやがって。お前の心もいじくってやる。うわぁ！あれ？なんともないぞ。おかしいなぁ。どうして心のバランスが崩れないんだ？お前の心をもっとよく見せろ。野球、仲間、野球、親への不満と愛、野球、野球、野球、友達、野球だと？なんだこの野球ばっかりでシンプルな精神構造は。あ、
だって俺には野球しかないし。なんじゃそりゃー、みんなあいつをやっつけるんだ。まずい。この連中はもともと技が効かない。撃て。オッケー。あれ、よし、デッドタイラント、間に合ったな。セーフだ。ドラゴンを呼んで盾にしたか。こいつはウルフェンの細胞の移植に成功したただ一匹のドラコだ。どんなダメージからも回復するルチアの切り札だぞ。何しろミサイルの直撃で蒸発したが3日後に復活したぐらいだからな。あ、ひょっとして俺の能力？ああ、ビームで撃たれた傷がみるみる治っていく。構わない、みんな攻撃を続けるんだ。いやあ、無駄だ無駄無駄、いかなる攻撃もこいつには。に？あ、倒れたドラゴンの下敷きに。ドラゴンが不死身でもあいつはそうじゃないからね。ん？おい、敵はひるんだぞ。リーダーがリタイアして向こうの連中は浮き足立っています。よし、ドリームマシンに行くなら今がチャンスだな。おい、クソガキ、俺たちと一緒に来いや。え？ここは僕たちだけで大丈夫。グントラムさんたちと先に行って。でも俺ってただの小学生だけど。嘘つけ、ここまで来たらもうただの小学生じゃないわ。僕の勘だけど、おそらく君はみんなの運命を変えられる。いや、世界の運命を変えてくれる。それは買いかぶりすぎだろ。グズグズすんな。おい、行くぞクソガキ。ひょい。おろせよ。隊長、ここには誰もいないようです。誰？先行させたニルソン上等兵だ。いや、待ってください。何か見えない者同士が激しく戦っているようです。やべ、エアレイドとブラックか。巻き添えを食らうぞ、逃げろ。はい、ただし邪魔よ。パン。チッ。進むルートを変更する。ねえ、ニルソンさんは？知らん。確認したけ、一人で行け。わかった、そうする。いや、そうすんなよ。おい、ちょっと勝手にしろ。ふん、とんだ邪魔が入ったわね。おや、なんです、その機械は。切り札。うわぁ、なんだこれは。力が抜ける。私たち人の思いから生まれたものは人々の思いでこの世とつながっている。この機械はその絆を断つ。なんだと？しかしそれならお前もただでは済まないはずだ。あなたは大勢の人々の漠然とした願いと恐怖の結晶に過ぎない。私はヒーローとして大勢の人々を助け、そして関わってきた。絆の強さは私の方が上。恐怖とは根源、人が生まれて最初に感じる恐怖なの、感じる感情なのよ。ヒーローなどに負けるものか。来たー、レッド。相変わらずその機械は体に応えるな。ん？おや？何です？何ですか、あなたは。ピンチの時に現れるタフでクールなナイスガイ、レッド参上。ドーン。いや、かっけ、この登場シーン最高だよな。レッド、すまんな。ここ数年お前の活躍を聞いていたが、こっちにも事情があって出ていけなかった。なるほど、お前も変身ヒーローだね。でも一人が二人になったところで圧倒的な力の差に変わりはないよ。もう一人ここにいるぞ、ピンク12主人公。ピンク、どうやらこの戦いに勝たなきゃどこにいたって同じみたいなんでね。3人、それだけ仲間がいれば地獄に落ちても寂しくはなさそうね。はは、4人揃ったから麻雀で決着をつけるかい。レッド、キャラ変わった？セブンの頃とだいぶ変わった。あかん、全然歯が立たへん。いやいや、よく頑張りましたよ。そろそろおしまいにしましょう。そこまでだ、本譜。グントラムさんじゃありませんか。ジャッジメントからアメリカ軍に転職して以来でしたっけ。すでに ESP ジャマーは起動した。超能力が使えなければ、いかにお前といえどもただの人間。絶対に死なない俺様とエリート特殊部隊にはかなうまい。ところで、ジャマーはちゃんと動いてます？はは、何はバカなことを。隊長、ジャマーが動作していません。何？ドゥームチェンジ、グレムリン。すべては公認の思うがまま。何、種明かしをすれば簡単です。私、周りの機械が動かなくなる超能力もパクっていまして。なんだと？いや、しかしそうなるとお前も他の超能力は使わないんだろ。ジャマーが動いてるのと同じじゃねえか。全然違いますよ。ん？とにかく全言うて。隊長、弾が出ないであります。ああ、銃も動かねえのか。さて、あなたたち全員を始末するのに1分ってところですかね。そういえばお前はもともと素手の殺し屋だったな。しかし隊長、我々とて厳しい訓練を受けてきた戦いのプロ、この人数でかかれば1分で全滅すると思うぜ俺は。いいそんなさて、最初は誰かしら。あらあら、この人たちと遊んでる間に回復しちゃいました。あんたら、その機会守っとき。うちだけ超能力を使えるならなんとかなるかもしれへん。しゃー。おっと、酸素とガソリンの混合機体か。なかなか現実的なものを使うな。それより、さっきから俺たち逃げてばっかりじゃないか。あの火力じゃ近づいたら危険だ。まあ焦るな新人、チャンスは必ずやってくる。いくら待ったところで来るのはあなたたちの敗北の時だけですわ。え、何かしら、さっきの妙な浮遊感は。そろそろだな。ブラックの機械のおかげで使った力は戻ってこない。
俺たちのようなものは力を使いすぎると存在そのものが消えてしまう。知らなかったか？なんですって？ちなみに俺は体験済みだ。この機械セブンの頃を使ったセブンのヒーロー戦で使った時のあの機械と一緒なんすよ。よかったら僕のセブンの実況を見てください。このレッドがこの機械食らって消滅したやつとかあるんで。だとしても消滅は一時的なはずだ。ああ、そうかもしれないな。その間にドリームマシンは壊させてもらう。最初からそれが目当てか。ならばあの機械を何としても止めなくては。あれ、ここはもう勝負がつきそうなの？あ、人間の子供、やべえ、人質。あこの子の命が惜しかったらその変な機械のスイッチを切りなさい。子供の命には変えられないな。ほら、キャッチしろ。ナイスキャッチ。え、はい、どうぞ。ウィーン。いや、やめなさい。そんなものをこの私に近づけるな。今だ、必殺トリプルキック。あー、しまった。あー、ジオット様、オッケー、勝利。な、チャンスはやってきただろ。さすが元リーダー、君もよくやってくれたな。とっさに合わせてくれて助かった。河原で練習した時のことを思い出したんだよ。二人でキャッチボールしたあの記憶が。さあ、みんなで数を。ブラック、え、どうしたの？いかん、その機械のスイッチを切れ。うん、ダメだ、力が全然出てこない。え、周囲の思いと切り離されていた時間が長すぎたようだな。少年、君は先に行ってくれ。我々も後から行く。小学生の子供だけを先に。分かった、なるべく早く追いかけてきてね。大した子供、いつの時代でも最後は子供がヒーローさ。このセリフも超好き。レッド、いいこと言いすぎやろ。隊長、見てください、ヒーローが本譜を押しています。うん、俺だって変身できればあのくらい。クソ、こんだけ有利な状況で全然攻撃が届かへん。まあ、そういえば隙あり。あ、あー、しまった。あらあら、これは大変。吹っ飛ばされて偶然 ESP ジャーマーにぶつかってしまいました。勢いが強かったから壊れてしまいましたよ。こうなると本当のガラクタですね。まずい、逃げた。あ、隊長、どこに行かれるんです？私たちもご一緒に。逃げやがった。あかん、これであいつはどんな能力でも使える状態に。ドゥームチェンジ、ダークスピア、我にとりて重力は縛りにあらず。え、ダークスピア、まさかうちの超能力。さて、行きますよ。そうか、同じ超能力でうちを倒す気か。バカにするのもええ加減にせ。いやー、姿が消えた。うわ、どうしました？私があなたと同じ能力で力比べをするとでも？せこいぞ、違う能力を起動してたんやな。なーに、ただのお茶目です。変身が。ドゥームチェンジ、バジリスク、かすり傷でも致命傷、これもありましたよね。変身スーツは殺しましたよ。あなたの体にも傷は達している。終わりですよ、ヒーローさん。11でバジリスクと数戦ったけど、まさかのその能力っていう。ここでうちが負けるわけにはいかんのや。さすがヒーローですね。しかし、どうしてそこまで戦おうとするんです？うちはハッピーエンドの方が好きやからかな。全ての現実はバッドエンド、ハッピーエンドと などというものは幻に過ぎません。そもそもハッピーエンドというのは幸せな瞬間で物語を終わるからこそハッピーエンドなのです。ところが現実はそうではない。幸せな人間が死のうと不幸な人間が死のうと、いずれにせよそれはバッドエンドなのです。それはうちに言うとのと違うな。自分に生かしとるんやろ。ドゥームチェンジ、デスマス、何人たりとも我が言葉には従えず、痛みに耐えなさい。何？いやー、痛い。さあ、希望を持ちなさい。いい、頑張って抵抗してください。あかん、もうやめて。いいえ、嫌です。そろそろあなたも絶望の中でご自分のバッドエンドを受け入れなさい。本風のコードネームがバッドエンドなんですよね。そしてカズは死んだ。カズさん、しっかりして。え、どうしてあなたがここに？いや、本当やんな。僕は二人の戦いを止めに来た。俺の知ってる二人が戦うなんて辛いじゃないか。ここはすがすがしく、スポーツかトランプあたりで勝敗をつける、決めるべきじゃないかな。空気を読め、お前は。いや、なんだかすごく間抜けな気分になってきましたよ。しかし、この状況、あなた怖くないんですか？どうしてだか体の奥から勇気が湧いてくるんだ。ひょっとしてあなた、ルチアに何かされませんでした？うん、でもなんともなかったよ。はあ、おそらく勇気を強化しちゃってますね。ですが、残念ながらカズさんならもう。ダークスピア復活。なんでして？どうして生きてるんです？生き返った。しかもスーツまで元に戻ってる。一体どういうデタラメですか？うちにもようわからんけど、ヒーローが子供に応援されて頑張らんわけにはいかんやろが。マスカ、ここのマナが濃いから。具現化で生き返るなんて、そんなバカなことか。倒れたヒーローが立ち上がるのはお約束やからな。カズさん、頑張れ。
ホンフーさんをやっつけちゃえ。よろしい。何度でも立ち上がるというのなら、立ち上がる気力が尽きるまで叩き潰すまでです。おや、距離を取って何を始めるおつもりですか。行くで、うちの必殺技、無限回転アタック。うわ、すごい速さでぐるぐる回って飛んでる。ゲロ吐きそう。重力の方向を素早く切り替えて加速をしてるんですね。この後私に体当たりするつもりなんでしょうけど、あんなの避けたらおしまいでしょうに。必殺技は避けちゃダメだよ、そういうもんなんだから。いや、真面目にそういうこと言われましても。うーん、ですが本当に不死身だとすると、いくら攻撃しても無駄だと分からせるのも悪くない。ダメージを開始して痛い目に遭ってもらえますか。うわぁ、ルームチェンジ、カルマミラー。ん？モロに命中した？はぁ、やっと当たった。カズさん大丈夫？それとどうしてホンフーさんは超能力を使わなかったの？違う、使えんかったんや。これをさっきあいつの足元にスイッチを入れて置いといたからな。それは？こいつは強力な ESP を感知すると邪魔が起動する仕組みになっとる。うちの攻撃は単純な体当たりやから、超能力が突然消えても勢いはなくならんというわけや。あ、それで離れてから超能力を使ったんだ。でも避けられていたら？いや、あいつは 100% 絶対に避けへんかった。何しろお前が見とったからな。え？それより手加減せんで正解やったな。安心しましたよ。あなたにもそんなトリックが使えるとはね。さっきの攻撃は装甲型サイボーグでも一撃でバラバラになるパワーや。それを食らった体で、しかも腕輪のおかげで超能力も使えん。それでもまだやるんか、バケモンだよ。お気遣いなら無用です。もっと悪い状態で雪城の連中とやり合ったこともあります。そうか、なら始めようか。うわあ、すごい、早すぎてどっちの動きも全然見えない。戦艦の砲撃にも耐えられるスーツ越しにダメージが、どんだけのパワーやねん。私の動きについてきている？何度も戦ううちにこちらの手の内を覚えてきましたか。こうなれば勝負を決めるのは気力の差のみ。カズさん頑張れ。お互いに絶望し生きるのに疲れた人間やから、たった一人でも応援してくれる人間がここにいるかいないか、その差は大きい。2対1ではいささか部が悪い。主人公が来たことで勝利ができたっていうね、主人公マジ大事な役割だったよ。さっきの話やけどな、月末はバッドエンドでも別に構わへんのとちゃうのか。今生きているこの瞬間に後悔せえへんのやったらな。あ、今度こそ勝負がついた。何度もひどい目に遭わされたけど、なんかあいつは憎いって気がせえへん。この1年間なんだかんだと知り合いになってたからじゃないですか。結局全部あんたのおかげっちゅうわけやな。今のとは？おお、喜べクソガキ。ドリームマシンは俺様とアメリカ特殊部隊のチームが見事に破壊したぞ。あ、逃げたふりをして奥へ進んでいったんか。全て俺の作戦通りよ。いや、多分隊長は本気で逃げ出したよな。道を間違えたとか言ってたもんな。お前ら聞こえるようにブツブツ言うな。こうして戦いは終わった。オッケー、14種活躍しすぎやろ、小学生なのに。ユキ無事だったんだね。うん。少年、君はなかなか筋がいい。どうだね、ヒーローになる気はないか。レッド、うさんくさい。いや、俺は野球選手の方がいいよ。そうしとき、ろくな大人にはならへんで。どうしてこっち見て言うのよ。はは。じゃあ僕たちはバスで帰ります。あ、野球の試合頑張りや。ここバス走ってんのかい。その頃、いたた。あれ、よう目が覚めたかい。おめえが負けた姿を生きてるうちに見られるとはな。何のために戦っているのか、いえ、どうして生きているのかよくわからなくなりましてね。別に負けてしまってもいいんじゃないかと思ったんです。おいおい、戦ってる最中にそんなこと考えるか普通。それよりもどうして私は生きてるんです。自分で言うのもなんですけど、危険人物でしょうに。あんたを倒したヒーローが殺しちゃダメだってさ、そういう決まりらしい。は？正義の味方ってのはそういうルールがあるらしいな。甘いとは思うがいいんじゃねえの。もっと厳しい世界にいたつもりだったんですがね。さてと、目が覚めたんならもうどっか行けよ。理由は違うが、俺もあんたに生きていてほしいんでね。その理由とやらを伺ってもよろしい？そんなもん見りゃわかんだろ。敵がいなくなりゃ俺みたいなバケモンはあっという間に処分されちまう。賢い犬は決して獲物を狩り尽くさねえんだよ。じゃあな、世界最強。負けたばかりなのに世界最強って言われてもね。ですが、なんでしょうね、こんなぬるさも悪くはない。ああ、もう少し頑張って生きてみますか。改心したホンフ。ドリームマシンがこう破壊されたか。カタストロフは中止にしますかい。いや、マナの濃さは今でも十分だ。スポーツの試合を全世界中継することでフィクションとのゲートが開くだろう。それより心配なのはボスの護衛です。エアレイドがいないとなると。はは、その心配はいらないよ。エアレイド君は目に見えないからね。いないことも分かりはしない。寂しい話だよね。その頃、うん、例の機械は破壊されたようだな。
よかった、お兄ちゃんが無事で。そなたの加護もある。勇気はここで死ぬ定めにはないのだ。でも大丈夫なの？具現化っていうのはあの機械のおかげだったんでしょ？それについては心配いらぬ。あの機械はいわば触媒のようなもの。すでにその役目は終わったと言ってよい。さらに言えば、あの機械とそなたの力は具現化に限って言えば同質。具現化がそなたの力を強め、そなたの力により具現化が強まる。互いを際限なく高めるのだ。よくわからないけど、シジヤさんが心配ないって言うならいいんだ。ああ、でもやっぱり私もお兄ちゃんと一緒に悪い人たちをやっつけたかったな、危ねえからやめろ。それについては諦めると言うたであろう。そなたの本当の願いのために。本当の願い。うん、それはそうなんだけど、やっぱり寂しいんだ。お母さんもこんな気持ちだったのかな。これも定めなのだ。この世に生を受けた以上、我らはその定めから逃れることはできぬ。我らができることはその条理の上で最善を尽くすことのみぞ。シズヤさんの話、私には難しすぎるよ。すまぬ。つまりはそなたの願いのためにここはこらえてほしいのだ。わかった。あとちょっとだもんね。我慢する。うむ、それでよい。そなたの願いはもう少しで果たされるのだ。オッケー、じゃあこのパートはこれで終わりにしましょう。あとは世界1位になるだけ。ただね、最後の戦いがめちゃくちゃやばい状況での試合になるので、ぜひ見ててください。どんな状況で勝たなければいけないのか楽しみにしておいてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録しておいてください。よろしくお願いします。じゃあね。